もこんにちは。沖縄の鈴木です。さてと、今日もね、やっていきましょう。スタディバレー。前回が、やっとね、到着の日が終わったんで、今回は、1年目、春の、初日だよね。はい、そこから行こうと思います。というわけで、行きます。さあ、おはようございます。というわけでですね、まあ、初日、1日目、月曜日、行きます。んでだ、まずこれか。パースニップの種。パースニップの種を15個もらいました。ささやかながらお前さんの第一歩を祝って、これをあげよう。ルイス長から。はい。でだ、一応天気予報もね、確認して、明日は、晴れ。はい、OK。さあ行こう。結局、こんななんだよな。まあ行こう。行くっすよ。ああ、大変だ。間違い。ここのさ、切り株、これ、切るのがすごい大変だったんだよな。前やった時確かこれ、道具アップグレードしないと切れなかったような気がする。だいつまでもさ、邪魔で邪魔でたまんなかったもん。んで、あれ？こんなんだっけ？ちょっと待って。あ、自動的、そう、これ。はい、これでいい。OK。よいしょ。こんなかな？とりあえずこの辺りをね、ずっと、ちょっと快適にしますよ。よいしょ。ほんでもって、よいしょ、はい、ここ切った、はい。ほんと切り株のこと考えるとちょっと憂鬱になる。どれぐらいかかったっけ？確か、結構ね、アップグレード大変だったような気がするんだよな。よいしょ。もうちょっとだけ広くしようかな。まあいいや。これで、まあ、この辺、切り株。こんなもんでいいか。よいしょ。ほんでもって種を植えます。それで水を。この水やりも大変、あ、違う。なんかずれてるし、水やりもね、大変だったんだよ。本当に。早くね、ジョーラアップグレードしたい。あれ？また、よいしょ。ああ、もう何やってんだ。よいしょ。あれ？位置合わせがなかなか大変だ。で、よいしょ。もうちょっとこの辺りを設置しよう。家の周り。あとそうだな。確か。あったあった。この上？道があって、出たり入ったりするね。この上通れると便利だったんで、ちょっと。この辺りを、やっていきましょう。それでもって、今11時か。あ、これ違う。ここなんかあったっけ？ああ。はあ。なんか思い出したけど大変すぎて憂鬱に。いや、憂鬱にはならないけど。いやー、もう早くどんどんね、片付けちゃいたいんだよな、ここ。で、ちゃんとした、牧場を作りたいな。
まあ、こんなもんでいいか。体力ももう少なくなってきたから。では、今回やるべきこととして。初めの一歩。牧場主になりたいなら、まずは基本から始めよう。クワを使って土を耕したら、袋に入った種を選び、耕した土の上に種をまこう。収穫の時が来るまでは、作物には毎日水やり必要だ。バスリンプを育てて収穫する。それから自己紹介ですね。町のみんなに自分を紹介しておくのは大切だ。新参者の牧場主が気になる人たちはきっといらっしゃる。まだ2人にしか挨拶してないから。さあ行こう！挨拶！28人中。結構なここ。真ん中で広かった。どうやって広かったっけ？あ、ここだ。結構ね、広いんだよ。この町っつうか村っつうか、スタディーバレーね。何日かかったっけ？結構日数かかったんだな、昔やった時。お医者さん。ハービーさんだっけ？なんかそんな名前。おう、これからもよろしく頼むよ。この町で医師をやっているハービーです。ハービーさんのね、病院はね、ここ。今、ハービーさん出かけちゃってるから、中誰もいないんだよ。はい、誰もいないです。でかい病院だな。それで、ここが雑貨屋。掲示板あります。ここね、例えば日曜日がルイスさんの誕生日で。で、あと、13日にエッグフェスティバルっていうのがあって、まあ、24日にフラワーダンスっていうのがあります。まあ、そんな感じね。で、ここは、はい、アビゲイル。ああ、確かここの娘だよな。で、リアさん。昔はリアさん狙いだったんだけど、なんで別の人と結婚しちゃった？まあ、いや、今回はリアさんとうまくいくと。まあいいや。さて、で、ここでまあいろいろ買います。あ、そうだ、話しなきゃ。ピエールさん。はい。で、ここに、こう、カバン売ってるの。2000。高っ。そうだそうだ。種一応買っとこう。バス、これでいいや。こんなもんでいいか。と思って、ここの酒屋は後でいいか、あとおばあちゃんね。はい、よかったらおばあちゃんって呼んでね。おいでもって、ここが確かその、村長さん、町長さんの家か。いないな。で、こっち行くか、まずは。外うるせえ。はい、ここが博物館。はい、なんか持ってきたら寄付します。で、あとちょっと花が落ちてるのが見えたら拾っとこう。で、ここなんだっけ、なんか動かせたような気がするね。まあいいや。ここが鍛冶屋さん、道具屋さん。2000かかります、アップグレードには。すぐお話ししなきゃ。クリント、はい。あとよいしょ、どこ行くっけ。こっちに砂浜があって、こちらっす。昔やった時さ、確かもう最初の頃はここでひたすら、あ、持ち物いっぱい。ここでひたすらさ、貝殻拾ってたような気がするんだよな、俺。ずーっと貝殻拾ってお金稼いで、そんなことやってたような気がする。これちょっと拾えないのも悔しい。続いて、はい、どんどん行こう。この家は確か女の子が2人ルームメイトで、誰もいねえわ。留守の家に勝手に上がり、まずいな。こちらっす。想像とは違うタイプ、どういうことだ。
あとは、ここ確かさっきのリアさんの家ね。でもって、ここが、動物をいろいろと世話してる家。こんにちは。この家お父さんいないんだよな。ふふふっていうのがなんか、こんにちは。で、今、間違え。今何人と話したっけ？14人。まだまだ。あと行かなきゃならないところ、どこだったの？あとは挨拶してない人。ここさっきのね、すれ違った。子供たちいないし、子供確かこの家、2人だか3人、子供。こんにちは。それから、酒場は夜、この人とも話してないぞ。こんにちは。サムよろしく。リアさんとは話をした。で、マルさんとペニーさん。ペニーさん、昔の奥さん。昔の奥さんってその辺だろ。こいつとは結局仲良くなれなかったんだな、最後まで。で、おじいちゃん。あとはどこだっけ？あとね、こっちの上に、その大工の人の家があるのかな。ほんと今日は外がうるさいわ。ここだっけ？いたいたいた。この人ね。挨拶するの大変だよ。あとは、こっち、あれ？話ができねえわ。そうだ、これ。大工の家の息子。そうですよ。それから、あとね、この上に、ホームレスの人が、テントで住んでる。よし、こんにちは。あと、待って、なんで撮影したの？あと4人。あと4人。きつい。あと4人。あと4人、どこにいたっけ？あと4人、どこにいたっけ？ちょっと覚えてないぞ。動き出せば思い出すんだろうけどな。あれ？鶏か。鶏じゃない。うさぎだよ。で、今看板見えたけど、ここも誰かいたような気がするんだよ。ここ。このスーパーもね、中入れたっけ？いれば。このおっちゃん？モーリスさんか。あと、このお姉ちゃんは、このお姉ちゃんは違うんだよな。でもって、あと、もう夜8時半。こんだけの街を歩き回るだけでも、街、村か。村歩き回るだけですげえ時間食うんだよな。大変だよ、ほんと。もう、一日の作業が結構きついっす。家事や。家事さっきあったじゃん。あんたなんか知らないっす。話しかけて無視すんだよ、こいつ。たまにここでね、みんな遊んでる。で、あと、ペニちゃんのお母さん。こちらっす。いつも酒飲んでるんだよな。ガッサン。で、この人も、ちょっと電波系の人。ミュンミュンとか言ってる人。よし、これで一応、今何人と話した？あと一人、誰だ？あと一人誰だ？ちょっと。え？
あと一人、は、会ってない、誰？わかった。うん、まだいるかな、いけるかな。確かこっちの方に家があるの。まあ、さっき言っときゃよかったんだけど。けどもう夜10時だよ。やめよう。帰って寝ないと大変なことになるんで。うん。10時10分。確か12時までに帰らないとどうなったっけ。道端で寝ちゃったんだっけか。うん。しかもさ、うん。きついよね。はい、これ売ります。よし。もう夜10時だし、寝よう。さて、というわけで、まあ、今回は初日、こんな感じで終わります。こんな感じでね、ゆっくりペースだけど、またスタディバレーやっていこうと思います。ゆっくりまったりやっていきますんで、応援よろしくお願いします。というわけで、まあ、今回はこの辺で、チャンネル登録やコメント、高評価も、ぜひよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバイ。Pop, pop.